はいはい、英語の物語、復刻スペインイベント、服部武史の2周目アカウントでやっていきます。まあ見ての通りの勝率はボロボロで、デッキ的には、あ、これじゃないな、こんな感じというか、手持ちのキャラがないで入れようがないんですよね。風キャラを持ってなくて、コスト的にいいの入れんけど、入れないかな、勝ちにくい一方、まともにゲントスできるキャラもおらずより、なんとか集めてきてこんな感じというところで、いかんはね、いかんせんこれであと全員問題間違えずにタゲとかしても結構負けるケースが多くてというところで、まあとりあえず問題を楽しみながらやってみましょう。ではレッツラゴー。あれ、幸先悪いな、やるなってことか、これみんな味方を持っとるのかな、お前ちゃんとデッキ作ってから来いやみたいな。昼間ステップでな、なんかジャンプとかに混じると、混じる瞬間とかあったんですよ。めっちゃなんかあれだもんね、空気だもんね、デッキが。あれなんだこれ、何にもあれだぞ、回線は大丈夫なんですけど、他にも何にも使ってないし、あ、出た出た、まあぼちぼちデッキは本当にあれですよね、集めてくだすわね、対戦に必要なキャラは分かるから。どっちかとこっちのアカウントあれだね、本当に英検1級問題を2端末同時にやって増やしていきたいという狙いですもんね。まあ100歩譲ってドライが近いかなってぐらいか、乾かすとか。なかなかあれだね、お互い所定がカオス感漂っとるね。あのメインというか、今までやっとった方の服部武史 BTC 今の現在価格の方と比べると、でくるデッキが全然あれだもんね。こっちなんか本当思う、ツイッターなんかでみんな結構なんかいろいろ言っとるもんね、なんかまとめてから来いやみたいなことないけど、まあでもそれもね、あの初めからやっていくとね、特にこれわざと神社祈祷せずに、何気力無制限とかねせずに、地道にコツコツというか自然回復でやっとるんですけど、わかる、あのなかなかやっぱり揃わんで、キャラ揃えに行くと結局間違える問題とか解いてない問題をこなせんから、なんだ、どこまで行ったんだ、そうだから問題を解く方を中心にやりたいから、キャラを集めるのはもう後回しにしたよね。集める気なら集めれるから、やり方は分かっとるし、あのあれ、これ100歩譲ってさ、ティーチャーでも別にいいよね、ドクターはまああれだけど、ティーチャーは別にいいよなと思うんだけど、そう、あの1台で神社祈祷とかして気力無制限にして走るより、端末2台、要は2アカウントで、スマホとスマホや、自分の場合だとスマホとタブレット、iPad と iPhone でやっとるんですけど、2台で似たような英検1級問題こなしたら、同じ時間で倍こなせる。それが狙いなんですよね。受け身にしていいんだよね。
もう俺スタディサプリとかでやってたけど、あの受け身ってどっちかというとね、あの被害だもんね。文章の構成ソフトで文献とかであるけど、何々に関わった何々に関わられたって被害だもんね。要はなんて言うんだろう、自分の好きなアイドルに肩とか触られるとそれは被害じゃなくて利害だもんね。触ってもらったになるけど、なんか見ず知らずのね怖い人に触られると触られただもんね。あ、そうすると被害になっちゃうもんね。やっぱゾンビフック入れるよな、これ地味に便利だな、火が入っとるし。で火力地味にあるし、1ターンっていうのが辛いけど2回攻撃が十分に値する。っていうかさ、ごちゃごちゃ喋ってるうちに、私これまだ2体目なんですけど、幅きあらあかんわな、あれは重いけど反則だな、あれは。あの硬さはカチコチやねんっていう感じだもんねなんか生き延びとるの私。あのあれ、あの蛇腹は相手に火がいないと火力ないし、あれだね、置物になるね。本当に本当蛇腹がなんかビヨンビヨンしとる感じやもんね。あの CR の方のトッキーとかって地味になんか使い勝手ある。最初の方使っとった、いや勝てるわけではないけど、あの地味にターン数5ターンだけど3ターン継続っていうのは、うん、火力的に多分ジャンプ環境よくて辛いけど、こっちのステップとか上がってない方ぐらいだと意外に使えた。っていうか手持ちのキャラがなかったら使わざるを得んかったんですけどね。これはあれだな、答えとしては探検家の他に調査とかそこら辺も入れるというね。そうするとちょっと問題的に難易度があれだよね、上がるの。これもなんだろう、カーマースとか見るとか。お、俺はどっちが行くやね、火力ねえぞ、火力ねえぞ俺は。落ち足りてないんですけど、ハッタリなんですけど。おう、 Thanks 奇跡が起きたね。 Thanks。まあまあ、あのやり込んだ人から確かにこっちの何ステップ部屋かの方とかはデッキ的にはカオスとかね、そんなの連れてくるなとか、タゲしろとかスキル使えとか、まあ言うのは分かる一方、やり始めとかだと意外にそこまで余裕ないんじゃないかなーって。いや今でこそこうやってなんて言うんだろう、べちゃべちゃ喋って、まあ喋ったりなんか見とるうちに間違えますけど、そういうのがなかなかあれじゃないかなって。だから他人の常識、他人の自分の非常識を受け入れる寛容性、あのベネズエラのね、カオス感漂うことじゃないですけど、まあそんな話はさておいて、デッキ的にはこんな感じで、もう全く幻突できてないです。これ地味にこれが同心様が風だとマイナス属性の水が入ってるけど、これ地味にいいよな。でなんとかこれメイン端末の方、メインアカウントの方でもこれ実は幻突マックスできてないから、これなんか落としてどうにか使い切れないかな。これが意外にね動く。なんかちょっとコスト重いけど、まあ奇跡が起きたということで、まあぼちぼち今日ガチャ初めて引いて少しずつ溜まってきてということで、まあそんな感じでやっていきますということで、
はい、英語物語復刻スペインイベント課税コスト112でした。そんな感じで終わり。